だけどさ、なんだろう、電気消えてる。ハンマー！ちょちょちょ！みがかみかがみ。上から読んでも下から読んでもみがかみかがみ。はい、やっていきます。始まる。始まるんだね、今から。お話が始まります。みがかみかがみ。はい。おー、てんてんてんから始まる。ここはどこ？私は誰状態かな？どうや、合ってたら皆さん拍手を。全然違ってる。褒められたー。ここからは私一人で頑張ります。ここまで送ってくれてありがとうございました。あとは必ず、うまくやってみせます。え、なんだろう。え？え？うーわ、もうグロテスクっぺーよ。もうGグロテスクだもん。お！これはどこかの田舎村での、田舎村、田舎村でのお話です。ミカちゃんとナミちゃん、ナエちゃん、ナエちゃん、二人の女子がおりました。二人は姉妹ではなく、年も離れていましたが、小さい頃から仲良くでした。ミカちゃんはまだ小さな小学校、小学生、小学校でかっ、もう物になっちゃったよ。ミエちゃんを実の姉のように、おえ、ミエちゃんは少しお姉さんで中学生、ミカちゃんを実の姉のように愛しました。そんなある日のことです。二人はバスに乗って大きな町の方へと遊びに行きました。あらー、かわいい。あらー、ナエちゃん。町まで遊びに行くのも久しぶりだね。いつぶりだっけ？確かあのミカにプレゼン、誕生日プレゼントを買いに行った時ぶりかな。すごいブリブリ言うな。久しぶりの二人だけのお出かけです。きっと町の方には村にはないものがたくさんあるのでしょうね。え、村にはどうせ大根と もうしかないんでしょう。もうきっととても楽しい一日になるはずでした。はず。楽しみだよね。あのカフェだっけ、あそこには絶対行こうね。お、ナニーバックス、ナニーバックスかな。しかしその時でした。その事故が起きてしまったのです。うん、あとね、あとね。え、あら、それまあ不幸やって。そう、二人の乗ったバスが事故に遭ってしまったのです。なえちゃんは腕に怪我をしてしまいました。一人病院に入院です。おや、今日はどうやらミカちゃんがなえちゃんに会いに病院まで来たみたいですよ。え、なえちゃんは事故らなかったの？あらやだ、動かせるで。バッグとかある。手紙、手帳とかあるね。へー。1302だね。はい。あ、ミカ、やっと来た。ミカ、こっちこっち。すごい騒いじゃってるけど、来てくれてありがとう。ミカ、久しぶり。事故の日以来かな。もう遅いよ、ミカ。もう待ってたんだよ。入院してるってすごく退屈でさ。あ、大丈夫？ここ来るのに迷わなかった？って、どうしたの、ミカ？泣いてる？それ、今、それ、心配しちゃってさ。え？ありがとうね。大丈夫だよ、ミカ。私はこの通り、ビンビンしてるからさ。退院したらまた遊ぼうよ。だから泣かないで。そうだ、ここに来るの遠くて疲れたでしょ。何か飲み物買いに行こうか。一階に自販機あるから、私ご馳走するよ。一緒に、一緒に行ったれや、もう。ここか？あ、自販機？なんか祀られてるけど。みがかみ様の祠。みがかみ様とは、この、別府市、別府市真名村に伝わる神様です。あ、神隠しをすると言い伝えられてくるようになりました。あ、さっき、おじいちゃんが言ってたやつかな。とりあえずこの自販機かな。これは違うな。あ、これ、なんかあるんだな。はいはい。すごい、三つも並べられてる。どれにしようかな。どうした？ねえ、なんか今変な音しなかった？みがかみ！なんでこんなとこにみがかみ様祀るの？え、怖い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 。いや、怖い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 。キツネでも入り込んだかもしれないって。うん、それもあるかな。怖い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 。ミカ、何をして、ちょっとやめなよ。これ、ミガ神、ミガ神様の棺だよね。祠。
祠だよね。いじらない方がいいって。だってほら、身が神様って神隠しする神様って言うじゃない？悪いことをしていると神隠しされるなんてよく言われてるしさ。祠にいたずらなんてしていると、ミカも神隠しされちゃう！キツネもいなかったんだからとにかく戻る。これもう絶対違う世界に入ってるパターンだよ、この子。早く誰か、なんで誰か呼んでくんの？はぁ？ほら、言うたに。だから言うてん。ほら、なんかもう、出れない状態に、もうよくわかんないくなっちゃった。ほら、モスキートーン奏でて、ほら、もうよくわかんない。悪いことすると悪いこと起きんだよ、結局。悪いことをしてはいけないっていう、教訓ですよね、このゲームは。いけないんだよね、こっち側に。そのことに関して何も言わないんだよね、この、あ、ごめんごめん、やめるよ。そろそろやめる。15分経ったらやめるシステムだから。やめるな、来るな。あーい、オッケー。でもね、行く場所、俺、もう行く場所がないんでげすよ、もう。ここですかね。ちょっと、開かないの？あー、怖いなー。あー、怖いなー。すごい。やばい、怖いなー、これ。あ、もうね、いい、もう、帰りたい。助けて、助けて、助けて、助けて。残りの血で助けて。残りのかすれた血で助けて。中から音が、いや、どんどん狭まれるもん。どんどん狭まれちゃった。もう、男子トイレ？違うよね。もう男子トイレしか存在がないもんだって。開いてるんかーい。うーわ、なんだこの歪んだ世界。二人で一緒に共に歩いているはずなのに。ねえ、ミカ、ここ、こんな感じじゃなかった。今さら、いや、床にべったり書いてあったから、来るな、助けて、ああ言わな、とか、なんか、べらぼーって。なんか、ここすごく嫌な感じがする。進むのやめようよ。ほんとだ、いけない感じになってる。戻る？もう、なんで、なにそこ。なにこれ、電気、さっきついてたよね。じゃ、そこじゃない、そこじゃない。なんか、なに、めっちゃ喋る、この子。本当に腕怪我してる？今の音、ナースステーションの方から。これは何？小さな鏡は何か書いてある。近道。相談とかあるよ。積まないようにか。雑談とかあるね。とりあえず、ナースステーションの方から何かな。こんにちは、どうも、おはようございます。なんもないんですかね。もう僕行きますね。これ開かない感じ？開かない感じだったら開かなくても俺は別にいいんだけどさ。なんだろう、電気消えてる。あんまー！ちょ、でかいでかい！ちょっとブブ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 。もうちょっとわけわかんない。ちょっともう本当にわけわかんない。何？どうしたの？これ、看護師の人形？人形？足が腐って崩れてる。じゃあ！もしかして本物？いや。怖いんだけど、ちょっといろいろと。入れるの？なんで BGM なくなった？うわ、はい、うわ、うわ、くまー、ちゃくまーじゃ、わー、かわいい、くまー。あれ？これ、中になんか硬いものが入って、電池かな？でも形が。うわ、お母さん！大好き、俺も！大好きな風景。いいねー、キッティナイフ。キッティナイフ、ゲットした？うわー、これ絶対クマーの中から取り出すやつで、後で呪われる PT ね。あ、今後違う？違う、こっから取り出すとかじゃないかな。あ、違うっぽいな。中に電池みたいなの入ってる。あかんない。うわー、これ病室で、入れん。あ！人形注意。何それ？どういうこと？誰もいないのに声が聞こえる。誰もお見舞いに来ないよう、しくしく。
お花が欲しいよ、シクシク。お花ね。オッケー、お花持ってくる。どうしてお前は幸せなんだ。そうでもねえぜ。妬ましい、憎たらしい。クソ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 、どうして私だけが。ねえ、ほんとに。それね、俺すごい、俺もすごい思うことある。ねえ、ここの鍵のところ見てみて。コインとか使えば開けられるティープだよ。ミカ、小銭とか持ってる？私、お札しか持ってなくて。お札は持ってるんかい。テレホンカードが一枚。さっきおごってあげるって。人形に注意って書いてあったな。なんだ？ああ！もう！もう！うわ、きっつー、それ！うーわー、人形おるで！随分古い紙だ。え、病院を増築、事故、といった文字が読める。あとは読めない。増築した？事故が起きたの、なんか。人形の首から紙切りみたいのがはみ出している。首を切りますか？いいえ？え？三度目の神隠し。え、三回も起きてんの？めっちゃ起きてんじゃん。え、じゃあ、同じ、その、やつとかいんのかな？あかんない。え、まあ、とりあえず、これしかない方法が。あー、ごめん、ほんまに。紙切れに何か書かれてある、読みますか？はい。死ね。ちょ、シンプルー。うわ、怖えな。ごめんね、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 悪いスナブル。よし。あーいうえおの模様。大丈夫だね。人形に注意。とりあえずなんか起きそうだな。首が手に入ったね。お見舞いに来てくれたの？お花を持ってきてくれたの？人形の首をあげますか？はい。お見舞い、まずまず。あ、お、そのお花が、そのお花か！あーあーあああああ、ノーズのね。ショルダーにゼット、あ、そこにはないわ、ノーズ。え、めっちゃ笑ってる！人形の顔が剥がされた。じゃあこれあげるね。50円もらった。これで僕たち友達、お金あげたから、お金あげたから。ちょっとこの子いろいろ過去にあったんだな、きっと。とりあえずこれで、コインを使って開けてみて中入ると、だよ。もう、もう水回りはあかんっていうのは基本的に言われていることです。はい。日記だ。僕はお腹が壊れました。僕はずっと病院にいます。ケイ姉ちゃんって書いてある。ケイちゃんって言うんだね。僕のお母さんはどこかに行ってしまいました。でも僕は寂しくないです。ケイちゃんがいるからです。僕はケイ姉ちゃんが大好きです。でも、僕のお腹はもっと壊れてしまいました。僕はもうすぐお星様になるらしいです。はぁ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 。入るんだね。あ、どうも！その僕、絵日記の続き、僕はもうすぐお星様になるらしいです。お星様になったら一人です。ケイ姉ちゃんとも会えなくなります。僕はとても寂しいです。寂しいのは嫌です。だから僕は。うわわ、好き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 ！あれだな、一級さん状態だね。ケイ姉ちゃん。ケイ姉ちゃんと共に。あかんパターン、あかんパターン、あかん、ほら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 。ほら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 、絵日記を手に入れました。入れちゃったもんね。うわ、ペッタ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 ペタ。こんにちは。どうも、さようなら。返さない！うわ、ごめん、ほんとに首に剣に関しては、首の剣に関しては、申し訳ない。だって出ないと、先に進めないんだもん。読みまーす。僕はお腹が壊れました。あ、さっきのやつか、ずっと。さっきのやつかな、これ。オッケー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 、ずっと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 、うわーごめんね、ほんまに。うわ、全部じゃん、全体って。あ、ごめん、ほんとにね、いろいろあって、僕いろいろあって、僕いろいろあって、ほんとに。うわー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 、痛いクマ。ナースステーションの鍵、頑張ります。これからも、さようなら。これからも、うわ、めっちゃ怖え。うわ、これ、ここの世界怖い。やばい、バンジー。ああ嘘だよ。よし、やっていきましょう。ずいぶん昔のカレンダーがかかっている。これ、1990年のカレンダー？今は2015年だから、2017年ですけど、25年前、どうしてこんなも、昔のものが？ね、昔のものがあるってどういうこと？残念ながら死亡しました。しかし、彼の母親は最後まで現れず、さんも、彼をよく見てくれましたが、このようなことになって残念です。あ、あの子か。なんかね、あったんだよ。回想シーンみたいのが。で、まあ、調べたはいいんですけど、終わりでんがな。
え、終わりでござーずでバザール出るよ、出る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 。え、あ、終わった、あ、終わりました、あ、もうズズの最後。え、あ、音楽が、音楽が、これ2階から垂れ下がってるよ。これ登っていこうよ。なんで登っていこうと思ったの？ BGM 変わっちゃったよ。大丈夫ミカ、ごめんね、なんか私のお見舞いに来たばっかりなのに。そういえばミカ、持ってきた荷物とか大丈夫？大丈夫？よかった。あ、その出張手帳まだ使ってるの？ミカの誕生日にあげたやつだよね、まだ使ってくれてるんだ。ミカ全然喋んないけど大丈夫？血のついた鏡が書いてある。まだ続く。まだ続くよね、そりゃね。俺もう終わりだと思ったもんだって。中で何かが暴れるような音が聞こえる。なんで？鳥のおもちゃのようだ。あ、可愛い、動いたりするのかな。あ、電池入れるところあるね。電池入れるってことは開かないつ、錆びついたリッカー。怖い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 、大丈夫これ、俺喋ってないとダメだ。なに、久々に俺超怖いと思ったゲームをリターンズやろうと思ってね。まあ余裕でしょ、こんだけいっぱいホラーゲームやってたらと思ったらすげえ怖い。1980年5月9日、3日、神様の神隠し。おー、札幌、札幌別、札幌別市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 、マナエ村、札幌別市、マナエ村で起こる謎の失踪事件。ホロホ別市、最初に書け。立高校3年の星野源さん、18歳が今月1日に行方不明となり、1日に行方不明となり、5日に発見されるという事件が。発見された、源さんは三日神様に会った、気づいたらおかしな空間にいた、死んだはずの祖父にも会ったなどと意味不明であり、三日神様は浅苗村に伝わる土着神で神隠しを起こすなどとされている。あとは読めない。これ、身が神様、あとは読めないって俺全然読めなかったけどね、冒頭から。35年前。それにしても、このような、この記事に書いてある気づいたらおかしな空間になんて、なんだか私たちみたいだよね、お前たちで言う。あれ？このスクラップ帳下に何かある。メス。まだ汚れてない、使えそうだね。汚れてたら使えないんかい。そりゃそうだ。あ、もうまだ続くが嫌い。すっげえ嫌い。まだ続くすごい嫌い。何？どうした？クマにはついている。最近のことを、ケイ姉ちゃんと呼ばれになってきた。母親が、なため、なのだろうか。え？ T のページ。くんは、くんに、ん？ん？ A のページは？ちゃんはいつもテレビにかずりついている。お気に入りの、があるらしい。外で遊ぶ、だるまさんが転んだ、好きらしい。振り向く前に、即座に捕まえてやると一番喜ぶ。しかし、あの子の右目はいつになったら。なんでイニシャルで書いてあるの？ちゃんは金髪が可愛らしい女の子だ。この前も、にピーちゃんと名付けて、負けずに頑張っている。しかし心配なのは彼女のお父さんだ。手術費用、お金が、過労、心配。え？みんな死んじゃってる子？この村では有名な絵本だね。このカナちゃんって子が身が神様に神隠しされちゃうんだよね。なんでも実話を元に作られたとか言われてるけど本当かな？ No fiction! No fiction! 消火栓の中の怪物、鳥が好物、鳥の鳴き声反応。はいはい、もう分かっちゃったんだけどさ。トリマセーブ。で、外出る。BGM の不穏さがすごく嫌。でも行く。ズズちゃん頑張る。オーマイガッド、タイムチェケラ。大丈夫大丈夫大丈夫、何も起きない、基本何も起きない。右目、近づいて、どうした、変なとこに、回想シーン、いや、うわ、俺超好き、ホラーゲームの回想シーンが一番メンタルクリニック。あれ、ここは戻ってきた？今までのは夢？ミカがいない。ミカどこにいるの？ん？どったの？ん？お？あ、でもなんか、ホラー感が一切ないから、多分回想シーン、あの右目の女の子のことじゃないかな。すごい、あ、パソコンにさ、ちょっとあの、ゴミがついてて、それがお化けに見えたっていう、あの、個人的なやつ。全然安心じゃない！回想シーンじゃねえし！バカ見て！あ、怖い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 ！それサブリミナル無理！え、ミカ？え、ミカ？え、ミカ？ど、ちょっと待って！ミカ？顔！え、チュープチャープチュープチャープ！え、首！どうした？何？どうした？なんかあった？大丈夫？画面オベランかい！こっちは合ってんだ。
ここ行くの合ってんだよ、多分。おっちゅんだだだわ。え？だ。だ。だ。だわ。大丈夫？あー、これ結構、これ雑談重要だったかも。俺全然してねえわ、雑談。多分それによっていろいろ分岐起こるような気がする。俺的に My name is 俺的にだってかわいえおえダメなんだこれ。あ、なんか絵落ちてる。うはは、クイズをしよう。これから絵を見せるからそれを覚えてもらう。それからその絵についての問題を出すからな。じゃあ1問目だ。コップさん、コップさん、1、2、3、4、5、1、2、6、八角形のお皿。あっ、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 え？ソーサーって何？ソーサーがわかんない。3、え？はい、ソーサーって何？に、よ、に、ん？あ、順番に答えてきゃいいんじゃん、これ。あ、ないないない、なんだよ。何も罰ゲームがないんだったら全然。ソーサーって何？ソーサーって何か教えて。よん？あ、そうなの？ソーサーって何？もう一問解いたら、あ、もう一問解いてくれて偉そうに。今のは練習だ。全部は、全部で3台。次のは難しい、よく見とけ。おぉ。あよ、編集したくねえ。クソかっこ悪い。はい、電池を入れてみたら鳥のおもちゃが泣き出した。あ、来るよ。逃げた方がいいかも。はい、逃げましょう。はい、はい、来たー。どうも。うわ、そんなやむを得ない。そうだよな、人間が焼き鳥食ってんのと一緒だもんな。ん？何者かが何だかの。これで血肉じゃないの？あれ？血肉は？やむを得ないよね。やむを、俺だってさっき引っかかったもん。だ、いいでしょ別に。はぁ！ほうほうほう、ラッキーマラシーナウィン。ほう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 。肉の鍵ゲットしたから下の扉入ればいいんじゃない、バイバイ。さあ、今から下に行ってこの扉を開いてみるんだけどね。ここで、肉の鍵、違うの？どういうこと？違うの？え？どういうこと？違うの？どういうこと？ここ？何？わかった、わかってるけどね。はい、来る、はい、来る、怖い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 、娘よ、すまない、先に行く。あ、どうした？バカだな、本当に。ダメだよ、そんなことしちゃ。まあ、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 先に進めるんですけど、おかげさまで。ごめんなさいね、目つぶりますね、目つぶります。目つぶります、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 上行きます。ごめんなさい、ごめんなさい。謝りません、謝りません。別、俺のせいじゃないもん。だって、俺のせいじゃないもん。やむを得ない、やむを得ない、やむを得ない。やむを得ない。すげえお腹汗かいてる。すげえお腹汗かいてる。そう、俺さっき引っかかったのがすげえ悔しい。すげえ悔しい反面、すげえ怖かった。開けます。絵多い！絵が多い！チュース！そうなの？
あのね、お父さんとピーちゃんがいないの。ピーちゃんね、お父さんがくれたの。あ、死んじゃった。ピーピー泣くにゃ、おおおおおお、どこ行っちゃったのかな。ね、お姉さん知らない？あの、え？あ、え、知ってる。ちょっと、取ってくるな。違う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 、全然違うんですけど。